エーペックスレジェンズ前半戦をお送りしてまいります。よいしょ。イエーイ。まずはゲストをご紹介しましょう。こちらの方です。はい、またお邪魔しちゃいました。中雄一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ライオン言いたかった。ライオン言いたかった。ライオン言いたかったです。いい、ここここ銀で心の中で言ってもらって。ライオン、ライオン、今言わなくていいんだよ。あさこちゃんとチュン、チュンって呼んで。なんでチュンなんですか。多分ハカチュンのチュン、ハクハクチュンのチュン。麻雀です。あ、私チュンでポンするじゃん。ほんと嫌い。すぐ泣くな。拾って拾って。すぐ泣かないでって。そんな安い点数で上がっちゃダメなんだよ。マージャンもお得意なんですか。マージャン大好きです。本一が一番好き。全然お米分かんないんでついていけないんですけど。お二人はあれ初対面。ちゃんとリアルで会うの初めてなんですけど、はい、前回、ね、あのこの番組でやらせてもらったアマンガスで、はい、初めてリモートで会話をしてるんですね。そうですね。こんな感じです。チュンはチュン。いやでもチュンか。なんでだ。中くんでもいいよ。そんな泣かれるあれじゃないですよ。あ、そっか。中でチュンか。何今さら中で言ってんじゃん。チュンっていうあのあれが好きなのかな。麻雀の違う。なんかなんか言う。あのもう一度自己紹介しようかね。チュン。あ。白髪チュンのチュン中雄一郎です。中雄一郎です。よろしくお願いします。いやこれは私が鈍感なだけでしたわ。ちょっと今のどう使っていいかわかんないよ。やだ、ごめんなさい。本一にも使えますよ。確かにね、本一にも使える。すいません、麻雀トークでございました。ライブの時のわー役満。私が始めたんです、ごめんなさい。まあ、私が悪いの。ごめんなさい。このメンバーで始めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、今回のチャレンジ企画の内容をご紹介していきますね。はい、Apex Legends はバトルゲームなので順位出ますよね。その順位の結果に応じて楽曲の紹介尺を決めたいと思います。その順位と紹介尺はこちらです。じゃじゃん。はい、1位なら5分、2位から5位4分、6位なら10分、11位から0分って0分ってやばくない。ひどいですか。ひどくない。ひどい。5、4、3、2でしょ。普通2だよ。ゼロって赤字で強調されてますよ。もうゼロ、これ試されてますよこれ。ちなみにその前半後半プレイしてその最高順位で紹介時間を決めたいと思います。はい、自信ありますか。さすがに11位以下は取らないんじゃないですか。どう。11位なんて大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。昨日11位以下ばっかりだった。どうしよう、やばー。足引っ張っちゃやばー。ないない、ないです。絶対一番先頭走らないって決めるね。でもこの中で歴が一番先輩だから、あやのさんがシーズン的にはね。そう、シーズン的には長いんだけど。そう、信頼してます私。いやでも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 、レッド腕前は比例しないので。おレアリーレアリー。でちなみにランクマやるそうなんですよ。ランクは、はい、ランクなんですか。ランクマそうなんですよ。で、不安なんだけどランクか。な、ね、みんなランクいくつなんだ。私は今サボってゴールドです。ゴールドなんかチュンと私がプラチナなんで、プラチナって感じになりますね。でプラチ、はい、今のプラチナ方ってなんかみんなイモイモしてるから全然減らないの。だからあのこの11位以下結構難しい、うん、いや難しいか、結構なる、イモイモありえるんだよね。イモイモしないで、みんな戦おう。一気に順位上がりますよ。それ一気に上がるの。そう、はい、じゃあ早速プレイ行きましょうかね。行きましょう。お水を飲んで行きましょう。お水飲んで三角をして。おい、行きます。ちなみにオトハスと朝香ちゃんとやった時は、はい、9位、3位、7位、17位という結果になってます。ただ最後17位でなんか17位ヘンテコ試合になっちゃったんだ。そうだね。でも3位取ってるんですね。そうなの、そうなの。惜しかった。強い。やば。いや、いい物資落ちてるといいな。ちなみになんかこの武器があったらどうのみたいなのある？
私はカービン301カービンあると嬉しいです。了解です。僕はエルスターだけ。了解です。ですね、はい、強いエルスターだ。大好きです。私どうしようかな。ヘビアモ、ヘビアモ武器。そう、スピットファイアがなくなっちゃった。スピットファイアもらっちゃった。赤くなっちゃいましたからね。そうなんだよ。でもでも、綾野さんの大好きなプラウラー帰ってきました。でもね、プラウラーね、ちょっとね、5点バーストしか打てなくなっちゃったからね。あ、フルバーが打てたんですけどね、前は。そうそう、セレクトファイアがある頃はね、打てたんだけども、懐かしいか。バーストじゃダメなのか。そうなんだよ。確かにな、私はあんまり得意じゃないな。セレクトファイアの頃まだ僕知らないんですよね。あ、そっか。そう、私も知らないから、最近知りました。綾野さんだけです、知ってんの。あの時は強かったよ。もうどこまでも戦った。サンクレイヤーは語る。セレクトファイアすら持ってればチャンピオン取れるみたいな時代だったからね。マジか。そんなに強かったんだ。そんなに強かった。マジか。大丈夫かな。私言い過ぎてないよね。大丈夫だよね。いや、始まりましたね。始まりましたよ。ジャンマさん譲ります。俺ジャンマスが譲られた。アシュラさん、お願いします。いや、私はね、ツッコミ癖があるんでちょっと怖いから。はい、なるべく降りるの早いかな。なるべくイモイモムーブでいきます。え、イモっていくの。イモっちゃいます。アソクちゃんにあるまじき。もう怖い、ランクやだよ。なんかダイヤばっかりおるよ。だがしかし安心してくれ。なんだ、ここにもここにもダイヤはいるんだ。ダイヤ起動だ。ダイヤ起動だ。別になんか合わせようとかもしなかったのに被った。でも誰もいない。あ、でも全然いないですね。もう誰もいないはず。ここから撃っていきます。じゃあちょっと撃っていきます。あれですね、じゃあちょっとすぐここら辺当たって真ん中行っちゃいます。ボルト拾いました。チャーラで、あのさにエヴァ待ち落としてきます。エヴァも拾いました。あー、サーティーサーティーリピーターと G7。 あ、G7 が、はい、バライターじゃん。 G7 違う G7。 あ、フラットライン拾っちゃいました。いいですね。いいんじゃないですか。いいですか。フラットラインで。あれはいいですよ。進行してしまって。ちょっと。何うなりですか今の。ちょっと上に乗りたいなっていうね。踏ん張ったんですね。踏ん張ったよ。あ、いい踏ん張りですね。ヘビアもフラットラインを発見。あ、あったあった。カバンがね、お買い物の時期だからね。あ、あ、本当だ。75ポイントで。誰が誰のキャラかを改めて教えてください。そんな余裕はございませんと。はい、奥さんが、はい、私朝香が今奥さんという、一定時間早く走ることができる、こういう感じです。はい、ちょっと体力を消費するんですけれども、その分早く走ることができるという得意技を持ってます。よいどん。そしてチュンちゃんが、チュン、私、ブラッドハウンドというキャラクターでして、最高。こちらがですね、敵がいる時に本領を発揮するんですけれども、ソナーをこう前方にプシューンと出して、仲間に敵の位置を知らせることができるという、最高キャラですね。そして山本がいつものですね、ライフラインです。仲間を起こすことができたり、あ、なんかヒールドローンで起こすことができたりします。わー、強いですよ。何回じゃあ僕たち倒れてもいいと。イエス、よし、倒れるぞ。倒れてもいいわけではない。バッテリー3本持ってます。バッテ1です。あ、じゃあどこだ、チュンちゃんがいるからここはどこです。あ、いいんですか。優しい先輩だ。いや、チームプレー大事だからね。そうですね、このゲーム本当に3人の呼吸合わせていかないと。もう一個お金、はい、お金を拾ったらバッグ作れる。いいですね。あとあれだ、大事。あとここに調査ベーコンなんだ。もうお任せください。そうだった、このブラッドハウンドくん、なんと次のエリアが分かるっていう。いやー、調べちゃいます。お願いします。お願いします。ラバサイフォンですね、中心が。最悪だ。新マップですね。
最悪。いやいや、新マップはね、ちょっともうちょっと、そうですね、優しいアンチにしてほしかったな。結構ここ激戦ですからね、ラバーサイモン。そうなんです。しかもあのやっぱりエリアがね、真ん中にあればあるほど、いろんなところから四方八方敵が来ちゃうんで、そうだよね、玉と呼ばれるね、敵をやったけども次の敵が来るっていうね、あの FPS ならでは。やんちゃなエリアになってますね、こちら。あ、僕ごめんなさい、 G7 からエヴァ8かな。はーい、エヴァエヴァ欲しければどうぞ。あさかちゃんの方に乗ってケアパケ落とすんで青着てください。あー、ありがとうございます。待機、ちょっとごめんなさい、カバーを。いいじゃん、カバンは作っています。また落ちた。おやがた、空が、空がケアパケージが、あ、青アーマーです。ありがとうございます。ヘルメット誰が取ります？あ、ヘルメットも青だからいいよ。あ、じゃあ朝からもらいます。やっぱりいいかな。どうぞどうぞ。オクタンこの中だと最前線なんで。そうなんですよね、ちょっと割と。どうぞどうぞ。一番前走らないって決めたんだけど。あそこのケアパケ空いてないの気になるな。走ってこ。あれ、これ僕もしかして一人で独走してます？あーしてるかも。あ、お互いに逆方面走ってるね。ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっとここ見て。ここ今私中くんの方行ってます。あ、了解です。ありがとうございます。エニアモがね、そんなにないんだよね。了解です。フラウラありますよ。フラウラはいいぞ。あー、たくさんありますよ。サイドさん欲しい欲しい。それは欲しい。 あそこサプライボックス開いてます。おい、誰かいたんだ。いましたね。開いちゃってます。ます皆さん、もうね、残り13部隊。あら、あれ、勝利できるだろ。こっからなんだよ、こっから減らない。1戦目でチャンピオン取れちゃうかも。あ、救急があるよ。救急隊が使ってなかった。皆さん、あのラバサイフォンの向こう側に光が。あれはもしかして、いや、あれは取りに行くと死ぬと思います。ちなみにラバサイフォン今銃のあれが見えました、線があの銃弾のなんていうんですか、軌道、射線みたいな、射線が見えます。いない？あ、これいる、もしかして絶対、ここは、絶対いますよ。ここはね、絶対消防の人がまだ残ってる。スコープあったら教えてください。わかりました。わかりました。え、いや、これ私ね、迂回するのがいいと思うな。ちょっと、あ、調子乗って索敵だけしてみていいですか？乗りますね。いいですよ、やりましょう。乗っちゃいます。今ショットガンボルト発見。抜き足、差し足、全然抜き足じゃない、全力ダッシュ。いません。もう相手あさられた。いや、絶対あっち岸にいるでしょう。いやいやいや、向こう岸にいるでしょう。あさかさん考えてください。僕たちが1部隊やったらもう11部隊になるんですよ。ほら、どこからも銃声が。怖い怖い、そうやってみんな突っ込んでいくんだ。ほら、簡単な引き算。怖い怖い、僕たちが倒していくたびに。私は慎重派よ、私は決して油断しない。わかりました、何度も何度も死んできた。ここはランクだ。あさかちゃん、歴戦の突撃するタイプだったはずなんだよな。おかしいな、あれ、今回は自分のアカウントだから。あっちはキャパキャしないよ。シップ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 、これ敵が復活させてますよ。先輩、いきまーす。シュー、待って、痛い痛い痛い、待って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 、中くんの声しか聞こえない。ちょっと待って、中くんの声しか聞こえない。あ、ごめんなさい、待って待って、でもいるんですよ、あそこに、あんなところに。おやくだー、あそこにおるけど、あのスコープなくて全然わからんのよ、俺たちは。撃ってる。52です、紫アーマー。あ、ソナーたかれた。ちょっと待ってくださいね、一旦ソナーたかれた。あ、一旦落ち着きます。朝だちゃん、あさだちゃん、やばすぎ。落ち着きましょう、一回から落ち着きましょう。あ、もう、仲間だった。やば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 、ごめん。そんなことってある？でもね、ワンダウンしてるんで、ゆっくりゆっくり落ち着けば、みんなゆっくり。あの差しかないわ。あ、待って、ひどいよ。今のひどいよ。違う、私蘇生入ったらさ、フィニッシャー決まったんだけど。
戦ってた相手が朝香さんでした。はぁ、あ、エヴァエイト思いっきり朝香さんにぶち込みましたね一発。ちょっとチュランちゃん、なんかさ始めたて初心者かな。11なので0分やばいじゃん。ちょっと皆さん、やばいやばいやばい、皆さん私の告知時間がかかってるから。確かに。そして私のランクも下がっていく、みんなのランクが下がっていく。行かなきゃ行かなきゃ。アルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。はい、頑張りましょう。ちょっとあと前半1回ということで次の試合で皆さん決めていきましょう。そうですね、朝香ちゃんの告知がかかってるからね。私本気ですよ今、本気。11位のまま帰れない私。どうして11位の女とか言われ続けたらどうしよう私。やだ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 。何位の女目指します。それはもうチャンピオンでしょ。でも私は2位ぐらいがいいです。2位でいいの。うん、なんかちょっとこうね、いいよっていう。は。いや1位だとちょっとなんか高、はい、すぎるランクが。あ、ちょっと自分はナンバーワンを開けておいて、あ、さっき言ってた伸びしろをね、あ、伸びしろ作っておいてあげるっていう。でもなんかチャンピオンを連続で取れるとなんかいいことあるらしいんだよ。な、え、なんだって、なんだってあるらしいんだよ。聞いてないぞ、その。そんなさ、何がもらえるんですか。もらえるとどうなね、だからね、頑張ってなるべくチャンピオンで狙ってった方がねいいんだよね。これできればね、チャンピオン取りたい。あ、じゃあチャンピオンいいですか。次ワンチャン、ワンチャンス。なんか変な感じ。取っちゃっていいですか。取っちゃってもらっちゃっていいですかね、チャンピオン。ちゃちゃっと終わりました。はい、もう全然手抜いたりとかしなくていいんで、しっかりチャンピオン取ってもらって。振りましょう、みんなで。お任せください。はい、よし、任せます。なるほどね。お願いします。大丈夫大丈夫、かかってこい。さあさあさあ、あ、でもさっきより降りるのが遅いかも。多分溶岩光がホットゾーンって言って、あの武器が強いんで、もしかしたらみんなここ狙ってるかもしれないですね。うーん、あ、でもだいぶ減った、だいぶ減った。あー、降りてんな。いやー、これはか、いや、エピエピエピ。オッケーです。この瞬間がたまらない。いや、右の人がどこまで向かうか、ね、か多分クリマタイザー、いや、超えるかな気はする。あ、いや、超えない。あ、超えるか。超えてくれ、頼む、超えてくれ。あ、通り来てる、あ、通り来てる、してるかもしれないけど、チャンピオン取るんだ。私は降りるぞ、アサカちゃんのために。チャンピオン取るんだ。そうだ、アサカさんのために。やばい、ここに降りたらブチロ的にまずい。あ、そう、何、お、なんでもないです。エヴァゲットしました。びっくりさすのやめて。ごめんなさい。あの武器がマジで何もないんやけど。おゲームの始まりだ。 M6 拾ったよ。いいですね。僕ボルトウィングマンですね。お、フェニキがあるよ。フェニックス、フェニキ、あ、誰も降りていない気がする。大丈夫です。いいですか。あ、ボルト欲しい人います。あ、ボルトに変えたよ。あ、じゃあ80発エネアも落としちゃいます。 Thank you, thank you. これは欲しい。 You're welcome. ここで中さんどうぞ。いいんですか。どうぞどうぞ、刺しちゃいます。よし、これであと何秒くらい、30秒くらいで上がるのかな。よし、30秒。水柄アイテムを手に入れた。え、待ってください、なんか気づいたら僕ウィングマンモザンビークとかいうクロートな感じになってるんで。それでいこう、それでいこう。おお、これでいきます。それでいこう、それでいこう。おい、ショットガンアモを見つけた。え、ランページを発見したぞ。2、わかりました。いるかな。 G7 これですか。これで、まあ、でも僕1位、2位、3位とか取れたら褒めてほしいです。それはプロ、もうプロにしよう。いいですか、僕プロ入りして。よいしょ、変えまーす。そうだな、割と四方八方人がいるとこに降りちゃったんで。そうですね、この道フラグメントの方に戻らなきゃいけないんだもんな。さっきクリマタイザーに、そこそこ強そうな方々が降りてたんで。こっちでも開いてないよ。おこっち、あー、今
今開けた。いる。いる。あの向こう側、向こう側ですね。了解です。行こうかなと思ったけど、あ今開いたんでやめてみましょう。いあ検出しました。やり返します。こっちです。上にいるな。リングは近い。上取られてます。今ちょっと60ぐらい、60ちょいだ。ちょっと遅れてますよ。嘘つきました。76ですね。上76、紫アーマーです。1人。紫だ。ちょっと引いた方がいいかもしれない。ちょっと引きましょう。一回引こう。ちょっとアーマー弱いかもしれません。アーマー弱弱集団すぎて。弱弱の弱なんで。ただフラグメントでもやってるんで、ちょっとこっちから一緒に。こっち側ですね。ああ、調査キャンプの方。残り10秒。そうです。そっちまで逃げちゃった。逃げて、まあ引いてもいいですし、フラグメントの様子見るっていうのもありですね。確かにな。結構縁が近いんで。キルログがいるんです。え、そう。います。戦う感じ？長距離います。長距離います。いや、ただ遠いんで全然こっち行きましょう。ありますね。うん。上、これ上頭いいかもしれないです。うわあこのジャンプパッドは天才。あ、そこにいるよ。あ、やばい。待って敵おるやん。やべえ。ちょっと待って。チャッチ怖い。あ、やったー。拾った色。あ、リポーションあるよ。起こしてる。起こしてますよね。え？行こう。え、そっち行きますよ。オッケーです。よし。17部隊なんで。OK です。援護します。いや。あー、奥端か、あれ。OK です。もう一回、返します。これ、詰めてもいいかもしれないです。そうですね、詰めてます。あれ、こっち側。あれ、こっちらです、こっち側です。音消えたぞ。最近誰かがここを通ったようだ。どうだ。あれ、こっち側見えるんで。もしかしたら、オクタンなんで、ダッシュで逃げたかもしれないですね。え、こっち側見てないんだけど。多分、こっちの方に行った気もするんですけど。そうですね。多分、本当に一人とかだと思うんで、フルパではなさそうですね。なるほど。ただ、ここ足跡出ないですね。こっちの洞窟に行けたんじゃないかな。あそこを監視する。ここ開いてないな。なあ、あさっちゃいますか。せっかくなら。そうですね。あさっちゃいましょう。まあ、結果、よし。いやこれ。いや焦ったな。そこ切り抜けれたの。割と強い気がする。そうですね。相当、これ。あ、カービンあった。いいんじゃないですか。あ、それはいただきます。あやのさん、ありがとうございます。どこだ？なんかそこで起こしたぞ。え？え、起こしてます？これは何の音だ？起こした音が。あ、起こしてますね。エピセン近いな。ここにもカービンが。エピセンの向こう側。さかなちゃん、ここに青生まれるんで、青来てください。はーい。あ、はい。あ、俺じゃない。やばい、来たいますね、ここです。撃ってきました。攻撃されている。やばい、撃ちながらこれやばい。これ、痛いやつ。アーマー全部一発でも疲れました。やばいな。あ、これちょっと待って、これは無理ゲーのやつ。ちょっと待って。そんなこと、僕縁が近づいてるんで相当やばいかも。やばいな、これ。来てます。詰めてんの青アーマーです。ここで消えますよ。40。やばい、ペッパー来てる。いや、上。これ困る。逃げれないの。やばいかもしれない。逃げれない系なの私たち、はい、これ困ろう。これもうこもるしかないです。一旦こもるのありです。僕ここで回復します。一旦ここでこもって相手が来るのを待ちましょう。検知上がります。顔出しても上がるんで、ちょっと待ってくださいね。私のボス入ってきた。オッケー。さよなら。まだこっち側。頑張ってね。アマスアップ行ってます。今しました。僕ちょっと回復入ります。もう一回出しますよ、シールド。ナイス。僕出す。あ、ガス。消した。これまずいかも。ダカさん、これね、出よう。出ましょう。これまずいかも。ここにいる。ごめん。ナイスだ。やばこれ。今11部隊だよ。上だよ。上にもいるよ。いや
ここやばい。なんだなんだ。11というところで前半終了。待って、私告知せずに帰るの今日。待ってます。結構でも最後。いやでも粘ったんですよね。いい判断だったと思いますよ。私的には。うん。前半冷蔵庫ここまでで終了ということなんですけど、やばい大丈夫かな。紹介時間0分ということになっております。いや本当にやばいんだけど、どうしよう。まさかまさかあれでしょ。この番組用じゃないんですよ、皆さん。あれでしょ、だから後半あるからって言って2人ともなんかちょっとあれ手抜いてんでしょ。違う違う、2人ともフルパワーフルパワーなの。やめろ、だってどっちもぴったり11位なんて。そんなおかしいな、おかしいぞ。後半じゃあちょっと対策練って頑張っていきましょう。そうですね、ちょっと後半頑張っていきたいと思います。はい。